きチャンネル。じゃん、金曜日、総チェック。ね、お時間でございます。さあ、全試合ね、火、水、木の3連戦を振り返っていきましょう。まあ、コロナでね、多くの選手が、離脱してるチームもある中で、ね、試合は続くっていうね、まあ、若手にとってはチャンスだし、チームにとっては踏ん張りどころだしね、下位のチームにとったら追い上げどころだしっていうところでね、まだまだ混戦が催しされる。ヤクルトはどうなるのか、ね、パリーグ混戦どうなるのかっていうところでね、お伝えしていきましょう。さあ、パリーグから、日本ハム対楽天。12日は、試合がなく、静岡草薙球場での2連戦。7月13日、3対2で日本ハム。14日、6対0で日本ハム。日本ハムの勝ち越し！ね、2連勝というところで。で、ここまで日本ハムなんと6連勝のね、勝ち越し一気にどこまでね、まだまだちょっとゲーム差がね、開いてる中でどこまで詰め切れるかっていうところで面白くなってきましたね。さあ、ということでね、13日、3対2で日本ハム。楽天先発則本、6回3分の2、105球、6安打5三振、2四球3失点と。まあ、木村のスリーランに沈むっていうね、のみっていうね、まあ、でもよく木村打ったっていうね。日本ハム、ポンセね、7回96球、6安打8三振、1四球1失点。まあ、まっすぐカット、ツーシーム、チェンジアップと。まあ、ストライク先行で、まあ、ボールをね、動かしながら投球というところで、ここずっとね、いい形でね、投げてる中で、ようやくね、勝ち星がついたかなっていうところで、グッピチ。ね。で、楽天は、7回ね、2アウトから、辰巳がね、レフトにツーベース。で、太田がね、ライト前で先制タイムリーというところで、太田はね、2回2アウト満塁の、ところで、ボンダっていうところでね、まあ、これをやり返すっていうところでは、まあ、ここまでね、則本が完璧なピッチングをしてる中で、いい形の、やっと先制で、このまま逃げ切れるかっていうところで、日本ハムは7回裏、ワンアウトから、ヌニエス、レフトへツーベース。で、石、ショートへの内野安打。これは仕方ないね。なかなか守備が難しい。で、ここでですね、ワンアウト、1、3塁で、事件は起こりました。はい。一塁ランナー、石井がね、盗塁、して、で、まあ、結果だけまず言うとね、盗塁。で、キャッチャーが、3塁ランナーを見て、セカンドスロー。で、それがワンバウンドになって、で、タイミングはアウトのように見えてたけども、小深田がね、ベースの前に入って、なぜか。で、タッチできずにセーフっていうところになりましたけども、ここでね、大きな問題がいくつかあります。果たしてこれは、誰かが間違ってんじゃないのかっていう疑問。ね。まず一つ。ピッチャーカットじゃないのかっていうね。なぜなら、ね、キャッチャー太田の送球が、則本のね、ここら辺ぐらい投げてんの。ここら辺ぐらい投げて、セカンドノーパンに届くわけないんだよね。で、あの一三塁の状況の中、ワンバンスロー。ただ、握り損ねただけなのか、どうなのか。これ、ピッチャーカット、じゃないのか。っていう、まず疑問一つ。で、仮に、ピッチャーカットなんだったら、なぜ三塁を見たっていうね。ピッチャーカットだったら、三塁ランナーを飛び出させなきゃいけないんで、そんな三塁見ちゃダメなんだよね。ピッチャーカットなんだったらなぜ三塁を見たのか。ピッチャーカットなんだったらなぜ則本は取らなかったのか。っていうのがまず疑問。で、これが、ピッチャーカットじゃなく、セカンドスローだった場合、ね、太田はもちろん三塁を牽制して、セカンドスロー。握り損ねたのかな？ワンパンスローになりました。まあまあいいでしょう。なぜショートの小深田はベースの前に入ったのか。あのままベースの上でいたら、タッチアウト。で、その後、谷内が三振してるだけで、この回、無得点だったところで、なぜセカンドスローだったら小深田が、ね、前に出てしまったのか。タッチもできない。ちょっとぐらい前でタッチだったらいいけど、で、三塁ランナーが飛び出さず。だから、まあ、ここでセカンドスローだったけども、ね、日本ハムは重投をよくやってくるので、小深田がそれに騙されて、前に出ちゃったっていうところもあるし、あの送球見たらピッチャーカットだったのか、どうだったのか、もうすべてにおいて、謎なプレー。まあ、でもね、それが、セーフになって。で、そっから、谷内は三振するけども、木村がね、ワンストライクから、ストレートね、思いっきり叩いて、レフトへ、スリーランホームラン。グッて。逆転。まあ、楽天はね、8回、フォアボールね、連発で、まあ、ポンセに代わって福田がね、マウンドに上がって、で、小深田ライト前ヒット。で、浅村アウトになるけども、まあ、島内の時に小深田盗塁。で、島内フォアボール。で、銀次が三振するけども、茂木がフォアボールと、ツーアウト満塁。で、ここで岡島フォアボールで押し出し。で、ロドリゲスに代わって、辰巳の時に、宇佐美がパスボール。で、パスボールした中で、ね、取りに行って、ホームスロー、ロドリゲス、ベースカバー入ってタッチ、武藤ヘッドスライディング、アウト！ね。ビデオで見たら、ちょっと、
手が先入ってるような感じもするかもしれないし、タッチが早いかもしれないっていうね、多分まあ判定を覆すほどの映像はなかったっていうところで、このままアウトっていうね、まあ間一髪ね、宇佐美バーッとアウトになったからいいけど、その後早かったけども、まあね、木村の一発でね、大きく勝ち越したっていうところでは大きかった。ちょっと楽天は重投の謎のプレーっていうところが、まあ、引っかかったかなっていうところはありますね。で、14日、6対0で日本ハムっていうところで、日本ハム先発ね、加藤、もう、緩急自在の完璧なピッチングで、7回88球、5安打4三振、1四球、無失点と、球数も少なくね、非常に素晴らしいピッチング。で、楽天先発岸、7回106球、5安打8三振、無四球3失点。こちらも完璧なピッチングだったけども、ビッグボス采配と、一発に沈むっていうね、同じような展開。ね、序盤は本当に、両投手ともに、完璧なピッチング。まあ、楽天はね、2回、3回と先頭打者ね、もしくはワンアウトからランナー出すんだけども、ね、銀次、そして、茂木のダブルプレーっていうところで、このね、チャンスを広げられず、ちょっと得点できなかったっていうところも、ちょっと攻撃感ね、バタバタして、るところで、5回の裏ね、先頭野村、センター前ヒット。で、清宮送りバント失敗。まあ、うまそうには見えないね。真剣に練習してるようにも見えない感じのパンツだった。で、ここで代打、ね、浅間、ライトへのヒット。で、ね、清宮はしっかり三塁走って、これそれね、ね。で、一三塁になって、スリーボール、ツーストライクから、スクイズ。ね。しかも、その前に、スクイズして、カーブだったのに騎士がアウトコース高めに外して、ファール。あの騎士もね、素晴らしい。見破ってね。で、ファールになって、スリーボール、ツーストライクから、それもね、岸も多分見破ってね、インハイ投げてんだよね。その難しいところをね、宇佐美がしっかりね、スクイズした。グッと。ね、この一手。で、その後石井がね、つもりから、外スラをね、ちょっと体勢崩しながら拾ってホームランを打ったと同じような形でチェンジアップね、拾って打って、ツーラン。グッと。ね、このホームランは大きかった。で、8回裏にもね、ピッチャー鈴木空、石井センター前、で、松本、小深田、フィルダーショーです。バーッと。いや、これは無理やろ。これは無理やろ。なんちかも、適当に投げて、セカンドも取れなくて、センター抜けていくっていう。あれはファーストやろ、普通に。ちょっとね、無謀すぎる。その、ミスにしては。で、ノーアウト一塁になって、上川とアウトに取るけども、今度はね、ライトへタイムリースリーベース。で、やつがセンター前と、ここでね、もうダメ押しの3点が入って、まあ、ジエンドっていうね、楽天は、まあ、ほぼね、最初のダブルプレイで、チャンスをね、広げられず、ほぼ、チャンスらしいチャンス、打つってなしっていうところで、まあ、あと気になるのがね、楽天、鈴木空ね、ここまで7月2日の試合ね、ロッテ戦、押し出しも含んで2失点から、8日、西武に1失点、で、9日、西武に3失点、で、14日ね、これ、日本ハムに3失点と、ちょっとリリーフね、失敗が続いてるっていうところで、まあ、疲れかっていうところもあるけども、ちょっと若干厳しくなったんで、ここら辺で一回調整必要かなっていうようなね、感じはしましたけども、まあ、結果ね、日本ハムが終盤のね、ホームラン一発っていうところがね、非常に効いて、まあ、投手陣もね、よく踏ん張ったっていうところはあるけども、完璧に近い静岡シリーズね、2連勝だったんじゃないでしょうか。結果ね、2連勝で日本ハムの勝ち越しでした。続いて、ソフトバンク対オリックス。12日2対4でオリックス。13日4対2でソフトバンク。14日3対2でオリックス。オリックスと2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども、12日ね、4対2でオリックス。オリックス先発、ワゲスパック。6回92球、3安打9三振、2四球1失点と。まあこのソフトバンク打線、まあコロナでね、大量離脱がある中で、ちょっと1軍と2軍の差がここ出たかなと。ワゲスパックのね、高めのストレート、まあ見逃せず、そして振りに行っても仕留められず、空振りっていうところで、完璧にね、ワゲスパックペースのね、ピッチングになったんじゃないでしょうか。ソフトバンク先発大関ね、6回3分の1、103球、9安打7三振、2四球4失点と。まあ、小手先でね、投げるわけではなく、しっかりね、勢いでするピッチングっていうところで、まあ、初回ね、12球連続ストレートっていうところでね、投げていった中で、まあ、対応されちゃったかなというところもあるんで、まあ、でもこれは本人のスタイルだからね、そんないいとか悪いとかじゃなくて、まあ、それは仕方ないかなって、その中でね、その、キレ、勢いっていうところを、まあ、増していくしかないっていうところでね、そのソフトバンク、ワゲスパックをね、なったところで、まあ、ソフトバンク打線で言うとね、1番シュート、2番弓矢、3番牧原、4番柳田、5番柳町、6番正木、7番渡辺、8番リチャード、9番川瀬っていうところでね、こう高めのストレートでね、ちょっとやられちゃったかな。で、オリックスはね、なんとこのトレードが大成功っていうところで、1番に入った石岡が、この日も3打数2安打1盗塁と、ね、主力吉田杉本がノーヒットっていう中で、ね、
この役割を果たしたっていうのは、素晴らしかったかなっていうところはあります。その中でね、初回石岡がねまず内野安打で出て、でここで石岡が盗塁で宗がセンターへタイムリーヒットで1点っていうね、この 1,2 番で1点取る、しかも足も絡めてっていうところでは最高のグッドね。で、3回表クレバヤシのホームランね、効果的に8番クレバヤシ下位打線でも1点取るよっていうね。で、まあ、その後ね、トングがツーベースで石岡送りバンドでワンアウト三塁になって宗中川とね、ここでもう1点取ってたらなんかもっと楽な展開だったかなっていうところで取り切れず、で5回表ね、7番マッカーシーレフト前ヒットで、8番クレバヤシセンター前ヒットで、ノーアウト1、2からトングね、ファールフライね、リチャード取ってアウトで、そこでね、おい進めれねえのかよってなったところで、1番石岡がね詰まりながらもレフトへね、ヒット打って満塁で、宗がセンターへタイムリーヒットで、1点で、ここでワンアウト満塁から中川吉田でね、もう1点取れないと、この追加点取れてないところがね、勝ったけどちょっとねギリギリの展開になってるかなと。で7回もね、8番紅林が、3ベースで、頓宮三振で、ここで石岡がね、フォアボールで、ワンアウト一三塁から、ピッチャーね、大関から風谷に変わって、宗がデッドボールで満塁。で、中が押し出しっていうところでね、行って。で、またそこでね、吉田杉本っていう子が点取れないっていうね。ここも、中軸がパンパンって言ってたらもっと楽な展開だった芸人。でも、こう、下位から上位っていうところでね、打線をつなげて、そこにね、石岡っていうところがジョイントに入って、素晴らしい。で、しかもこの紅林下位打線でね、4打数3安打1打点1ホーマーとね、非常に下位から上位、素晴らしいね、打線の流れ、中軸が打てなくてもこうやって勝つよっていうところでね、いい見本だったかなと。で、ソフトバンクはね、6回、リチャードがね、ホームラン。で、7回、渡辺陸がね、タイムリーヒット打ったけども、まあね、まあここまでっていうね、ところで、まあね、リチャードも怖がってね、打ってきてるけど、ワゲスパックのね、力にちょっと抑え込まれちゃったかなっていうところはありますね。続いて、13日、4対2でソフトバンクというところで、ソフトバンクね、先発戦が7回107球、1安打13振、無四球2失点と、まあ、右肘のね、張りで、2回ね、登板を飛ばして復帰登板になったところでね、まあ、上半身非常にリラックスして、力感もなく、まあ、それでもね、155キロから159キロ、コンスタンスにしっかり投げてるっていうところでね、強いボールは投げてるかなと。あと、突っ立ち気味っていうところはそんなにね、その前の状態悪い時から変わらなかったけども、上と下のバランスが非常に取れてて、本当にリラックスして、力感なく、しっかりねボールに力を加えて、投球フォーム的にはね非常にバランスよく良かったんじゃないのかなと。でオリックス先発宮城ね、8回115球6安打13振無四球4失点、まあ、その中で自責点に、まあ、完投っていうところでね、まあ、守備のミスが痛かったかなっていう中で、まあ、右足にねしっかり体重を乗って投球ね、力強さ、フォームともにね、グッとね、非常にね、戦果とは対照的にね、力感あって力強さってね、非常にボールにも伝わって素晴らしいピッチング。負けましたけどね、だったかなと思います。ソフトバンクはね、初回、ワンアウトから今宮がね、内野安打。これはなかなか難しい。で、その後、牧原のね、セカンドゴロを大城がね、ショートへ、トスボート、バッと。これダブルプレイで終わってたよ。で、その後、柳田ショートフライン取るけども、デスパイにね、ファーストゴロ、ティオガとファンブル。でね、アウトだけどリクエストでセーフ。で、その後、野村大樹ね、センター前、タイムリーね、カーブね、うまく止まってヒット。グッナイス。よく止まったね。あれ止まってなかった流されてたら、多分内野ゴロになってんだけどね。まあ、このね、2打点っていう初回ね、本当は0点で収まってただけに、この2打点っていうところは、宮城にとったらね、かわいそうな立ち上がり。で、2回、4回、リチャードがね、ライトへ、レフトへ、ホームラン。グッ。しかも、2試合で3発っていうね、ところでは非常に力あるね。でもなんか練習中腰ピキってやったらしくて途中で交代っていうね、こういういい時にそういうなんかね、まあしょうもない怪我じゃないんだけども、まあそういったところをねしっかりしていかないともったいないね、せっかくいい感じでね。でオリックスはね、7回表シュートのね、サードゴロファンブルでエラーで、これでね千賀の完全試合が逃すっていうところでね、でその後ね、パスボールバッとね、でもここね、2得点伸びっていうところで、まあだからお互いね、このミスで2得点を取り合ってるんだけどもね、その、他はまあ1安打だからね、まあ仕方ないかなと。ね。で、この、ところもね、宗がね、タイムリーツーベース打って、で、吉田のね、セカンドゴロの間に1点っていうところのね、2点だったんでね、ここで連打がパンパンパンって出てたらね、ひょっとしたらっていうところはあったけども、まあこれはもうリチャードの2発勝ちだね。あとやっぱり宮城としてはナイスピッチングだったけど、まあ守備のミスがね、足引っ張ったかな。ところはありますね。で14日、2対3でオリックスっていうところで、まあ、オリックスね、山崎幸也、非常に素晴らしい、ピッチングっていうところで、ゆったりしてクイック、ゆったりしてクイックっていうね、体がね、クイックスロー。で、腕が無知なようにね、
しなってね、投げていくっていう形では、ストレートね、切れ味も出て、チェンジアップっていうところが、非常にね、いい形で効果的にね、効いたんじゃ、ないでしょうか。7回97球、4安打8三振、無四球2失点と、非常に素晴らしいピッチングだったかなと。で、ソフトバンクレイもね、7回116球、5安打4三振、2四球2失点とね、非常に試合を作るね、自分の持ち味っていうところは出せたかなっていう中でね、4回表ね、3番長川がレフト前ヒット。で、ここまでね、1、2戦ともに、あんまり快音が聞かれなかった吉田がね、一気に先制のツーランホームラン、吉田。やっぱり主砲がね、こうやってホームランを打つと大きいね。で、7回裏に、ワンアウトからね、柳田センター前。で、デスパイネが、それまでね、打ちあくぐねてた、チェンジアップが高めに浮いてて、フォーク、チェンジアップ系、引っ張り込んでね、レフトへ同点ツーランで、いや、これこのまま逆転かっていうところで、8回ね、森から、ね、紅林が、このカード、2本目の、ホームラン、インコース腕を畳んでね、打った瞬間入る、紅林。こういったところでね、下位打線もやっぱりね、打ち出すと。まあ、今日はね、この試合は、オリックス6アンダー、ソフトバンク4アンダーとね、なかなか連打が続かない中ね、こういう風に効果的な一発が出たっていうところではね、非常に、素晴らしい、バッティングだったし、まあ、それの好投を支えたね、山崎。まあ、本人ね、反省してデスパイナル一発がっていうところはね、あるけども、試合を作ったっていうところではね、非常に素晴らしいピッチング。まあ、ソフトバンクもね、レイも、非常に素晴らしいピッチングだったけども、ね。まあ、これコロナが人がいなく中、ここもね、踏ん張りどころだね。そういったところで、オリックスとしては下からね、追い上げていく中で、このね、今、首位ソフトバンクに2勝1敗で勝ち越ししたところはね、非常に素晴らしかったんじゃないでしょうか。結果ね、2勝1敗でオリックスの勝ち越しでした。続いて、西武対ロッテ。12日2対4でロッテ。13日3対0で西武。14日2対1で西武。西武の2勝1敗で勝ち越し。ソフトバンクが負けてる中で、ゲーム差。なし、勝率で2位だけども、ゲーム差なしに、西武ね、浮上してきました。1位ソフトバンクとね。まあ、その中12日ね、2対4でロッテの勝利というところで、西武はね、3連勝で好調の中で、4エラーで自滅っていうね、試合になってしまいましたね。ロッテはね、先発も元前、5回86球、4安打4三振、4四球1失点と、まあ、今日はね、まあ、フォアボール4つ出しながらも、対角線のね、ストレートが非常に抜群で、まあ、そこからのね、外のチェンジアップっていうところがね、まあ、甘くてもね、生きたかなっていうところがありますよね。で、これ、まあ、特徴的だったのが、まあ、殿崎へのね、攻め方。2回裏ね、殿崎、三振するんだけども、最後のね、インコースのストレートが非常に素晴らしかった。で4回裏ね、スライダーで三振。これもね、カウントが3ボール2ストライクかなぐらいになって、またね、1打席目のうちストレートで来るやろうって殿崎が思って、それをね、振りに行ったところをそっから曲げて、三振。で、5回裏も同じようにね、そこインコースストレート行くかもっていうところでね、スライダーで三振ね。この1打席目のね、ストレートで見逃し三振したところ。が、すべて聞いて、最後までね、それを活かすっていうところで、まあ、殿崎はそれをね、苦しんだっていうところではね、非常にこういうね、配球のコンビネーション、この横のつながりっていうところは非常に良かったんじゃないでしょうか。で、西武先発松本ね、4回3分の2、113球、6安打5三振、4四球、2失点、自責点1位ということで、まあ、球数多くなりね、苦しい中っていうところはあったけども、まあ、しっかりしたピッチングで投球ね、試合を作ったっていうところではね、非常にグッと。ただね、守備が、足引っ張ったっていうところだよね。ちょっとかわいそうだったかなと。で、ロッテはね、5回表、高部のね、ショートで内野安打。だからここもね、ちゃんと投げとけばアウトだけど、源田ね、多分高部の足が気になったのかな。慌てて投げて悪送球。で、その後ね、この高めにフォークが浮いたところを中村がね、レフトへ、ツーランホームランっていうね、このミスからの失点痛い。で、5回裏ね、もうそのミスした源田がね、長谷川がワンアウトからツーベース。で、レフトでタイムリーとね、取り返すぜっていうところで1点取って、まだまだ行くよってなった時に、6回表、ね、ピッチャー、森脇、ね、荻野がレフトへツーベース。で、高部送りバンドして、ワンアウト三塁から中村フォアボール。で、安田のね、ショートゴロ。これダブルプレーだった時に、殿崎がファーストへ、ね、ワンバウンド。で、ファースト取れずに、ダブルプレー崩れで1点、バーン取ってたらアウト。この1失点もタイムリーエラーでなかった。で、7回も、先頭ね、菅野がレフト前ヒット。で、ここで和田が盗塁ね。で、ジャンセンが、ありえない。ファーストへ、悪送球。三振して、ね、投げた時。和田これね、三振して振り逃げ。森がね、ファースト投げてる間にね、スタート。非常に良かった。和田、グッソーリー。で、ジャンセン慌てて、とんでもない好投で、1失点っていうね。このミスで健丈の4失点は、ほんと痛かったね。まあね、9回に相手がホームラン打つけども、ちょっと時すでに遅しっていうところで、まあちょっとミスでね、自滅っていうね、ところだね。
で、13日、3対0でね、セーブっていうところで、まあ、ロッテはね、取れる時に取らないとこうなるっていうね、典型的な試合でしたね。セーブは先発エンスね、5回102球、5安打6三振、3四球無失点と、まあ、この日もね、対左に対して外オンリー、逆球以外ね、逆球でここ村本とか行ったことあったけども、基本的には外オンリー。で、その中で、ロッテはね、初回、ツーアウト満塁で、レアードがね、セカンドゴロ。で、3回、ノーアウト満塁から、安田がね、スライダー三振。もう外しか来ないんだから、そこ見極めていこうよっていうね。で、佐藤も三振。で、レアードがね、ファーストフライと、ノーアウト満塁。ね、過去10年間のプロ野球の統計では 2.4 点入るのに、無得点。ね。で、4回、ツーアウト2、3塁から、高場がね、スライダー、ファーストゴロ。ここでなぜ引っ張る？外しか来ないんだから、そこを得意のセンターから反対方向でしょ。なぜ引っ張ったっていうね。で、6回以降はもうね、リリーフが、万全のリリーフが出てきて、きっちり抑えられるっていうね。森脇、本田、水上、平良と、最後ね、平良のところで1本ヒット出たけども、もう完璧にね、抑えられるっていう展開。で、西武はね、2回、オグレディがツーアウトからね、石川、高めに浮いたシンカーを、ライトへホームラン。で、7回、トナクサキね、レフト前。で、中村センターフライ、打ち取るけども、ここで盗塁。で、オグレディね、ファースト空いてるから敬遠。で、ワンアウト一塁になって、ここがね、ライトにタイムリー、ここが、グッパッティング。あの1点、大きかったね。で、滝沢がね、ライト前。で、ワンアウト満塁になって、よし、ここでもう1点取って一気に広げるぜっていうところで、この2ストライクから、長谷川がね、なんとスクイズ。ランナー、誰も走ってない。で、普通に、1、2、3、ダブルプレイ。で、ベンチの辻監督映って、はみたいな表情。目だね。マスクしてるから。完全に、長谷川のサインミスだね。パッと。だって誰も反応してないんだから。ランナーのサインミスじゃないと思うんだよ。だって誰か反応してるはずだから。誰も反応してない。見たときは、うわぁ、ツーストライクからスクイーズ、これ成功したぞと思ったら誰も走ってない。パッと。もったいないね。で、8回ね、ピッチャー佐々木千早に代わって、ワンアウトから森がね、レフトへツーベース。で、山川敬遠。これはまあ、もっともだね。で、その先ライトフライ。で、ここでね、山田。ね、このコロナで緊急昇格。ね、レフトへタイムリー。ガーッと。この1点は非常に大きかったね。3点目っていうところでは、非常にね、いい点の取り方。でも、これ、長谷川のね、そこ、サインの確認。しっかりしてください。で、ロッテ先発ね、石川。7回97球、5安打4三振、3四球2失点と。まあ、試合作ってね、それはもう、ノーアウト満塁のチャンス、満塁のチャンス、チャンスで1本出ない。それは取れる時に取らないと、それは負ける。石川、残念。はい。で、14日、2対1でセーブっていうところで、この日も2試合連続ロッテは、取れる時に取らないと、こうなるっていうね、典型的な試合展開。この日ね、ロッテの先発ね、二木、前回もね、石川の豆の影響でね、登板来たっていうところでナイスピッチングだった中でね、今回2試合連続で、まあ、結果的にはね、4回3分の2、84球5安打5三振、1球2失点と、まあ、敗戦投手になったけども、投球内容は本当に素晴らしかったね。ストレートのコントロールも良かったし、腕も振ってフォークの落ち具合、ストライク取る球、ね、ほんで三振取る球、低めに投げる球っていうところでは、メリハリもついて、で、カーブのカウント球っていうところでも、緩急もついて、非常に素晴らしいピッチング。ただ、打線がやばい。二木に勝ちがついてもおかしくなかった。二木としては完璧なピッチング。これで、ああだこうだ言われてもたまったもんじゃないっていうね。まあ、2試合連続ね、ついたんで、まあ、次回もね、非常に、チャンスあるんじゃないのかなと思います。で、西武先発ね、今井。6回103球、6安打6三振、1四球1失点と、まあね、持ち前のちょっと荒れ球っていうところはあったけども、まあ、左にはね、チェンジアップ、ツーシーム、シンカー系っていうところが非常に有効的に効いたかなっていうね。中でね、まあ、この日もね、スリーボールっていうところでね、結構はここでフォアボール出したらやばいなっていうところあったけども、初回にフォアボール一つ出したけども、この試合もスリーボールになってから非常に我慢強く投げて、フォアボール出さないでしっかり打ち取ったっていうところでは、非常にね、グッピチ、ね、体重も5キロ上げで体もキブキになってっていうところではね、まあ、ストライクゾーンでどこまで勝負できるかっていうところがね、この今井のピッチングスタイル、まあ、勝負どころっていうところでは、非常にね、いい形で投げれたんじゃ、ないでしょうか。っていう中でね、まあ、先制したのはね、5回の表、佐藤がね、甘めに入ったストレート、力負けすることなく、ほとんど力負けしてたんだけどね、ホームラン。打った瞬間はね、間抜けたかなと思ったけど、結構伸びてね、ホームラン。グッド。ナイスバッティング。しかし、2回もワンパン。フォーク、二木なんでフォークピッチャー。バッ。遅いんだよ、行くのが、もっと早くしないと。で、ここでね、お、このままロッテ流れかなっていうところで、5回の裏ね、ワンアウトから、ジャンセンがね、レフト前ヒット。で、滝沢がね、エンドラン。グッと。エンドランなのか、ランエンドヒットなのかわかんないけど、グッと。
しかもね、ちょうど1、2階だ。中村もギリギリ届かないで、ジャンセンしっかりサード走って、1、3塁ね。で、ここで、長谷川の時にね、1点差、ね、1番長谷川、内野、ゲッツー体制、ボテボテのショートゴロ、1点入るっていうね。で、まあ、ここで、この日ね、ちょっとベンチワークもこう、うまくいかなかったね。この駆け引きっていうところで、まあ、その象徴的なのがね、3回表、先頭で佐藤がセンター前ヒットで出て、で、藤岡。で、ここでね、ワンエンドワンなった時に、こう、解説してて、の時も言ったんだけどね、サードジャンセンも結構チャージかけてくるっていう中で、いや、ここでね、作戦したいんですけど、ちょっと今井の球が荒れ気味なんで、どこ来るかわかんないっていうところでは、バスターエンドランとかエンドラン仕掛けたいけど、やりづらいですよね。まあ、ここはもうスタンダードの送りバントですかねって言った途端、バスターエンドラン、今井の投球、アウトコースとんでもないボール。仕方ないから、フージャン、バスターエンドランだから、ファール、ワン、ボール、ツーストライク、追い込まれるっていうところでね。だから、まあ、ここの駆け引きにまずロッテは失敗だね。で、その後ね、エンドランに変わるんだよね。だからワンバンを藤岡が振りに行って、バットに当たってファール。まあ、ファールにしたのはよかったんだけど、ワンパンはエンドラン振らなくていいのよ。あれ、ブロッキングの形入ってたから、佐藤でも盗塁確実にセーフだったよ、ね。そういったところもあるし、この今井で荒れてる中でバスターエンドランは、正直、ギャンブル的な采配だったけども、うまくいかなかったね。で、この、5回の裏も、ね、長谷川っていうところで、ね、で、三塁ランナー、ジャンセン、若干前目に取るだけで、多分サードランナーがゴロゴーはなかったような気がするんだよね。下手したら。まあ、ダブルプレイあるからね。それでも遅めにスタートすると思うんで、そんな早くゴロゴーしないから。そしたら若干前いるだけで、もし内野ゴロ来たらホームでアウトになっただけに、このね、後ろに下がってダブルプレイっていうところでは、このベンチのね、ベンチワークが駆け引きとしてうまくいかなかったっていうね。で、ここで1点取って、2アウト塗り、ここでアイトが、その前ね、1打席目、フォークで三振。で、2打席目、インコースストレートで三振っていうところでね、迷う中、ここも追い込まれて、ノーステップにして、ちょっとバット短く持って、フォークね、本当に二木を、ナイスボールよ。これ、ちょっとない、ナイスボールを、もう倒れかけながら、バットに当てて、ショートの頭の上タイムリー、勝ち越し。アイト、グラッツ、ナイスホームラン。あのバッティングは痺れたね。ナイスバッティングだった。で、まあ、その後ね、だから、ロッテはね、もう全体的にその後も、こっからが勝負なのよ。6回表、ね、2アウトから、安田がね、レフト前ヒット。で、井上がね、レフト前ヒット。で、2アウト2、3塁作るけども、角中がね、マットが反応できる最後ね、アウトコース、ストレートね、見逃し三振。ね。で、7回表、ピッチャーね、佐々木に代わって、代打岡、ね、デッドボール、ワンボール、ツーストライクから、もうボンを直撃してたで。で、佐藤、バント、ナイスバント、と思ったら、佐々木、ファーストへ、投げた瞬間、大好投の冒頭で、ノーアウト、二、三塁。で、俺はね、正直、解説でも言ってたんだけど、ここで山口やと思った、代打。ね。そしたら、レアード、出てきて、サードゴロ、ジャンセン、さすがにこれじゃ帰れん。で、ワンダウンで三塁か、二、三塁から、ここで、まあ、レアードからホンダがね、変わっていくんだけども、最後、チェンジアップ低め落として、三振。で、高部の時に、ね、狙った球が、ね、ワンバウンドになって、ボール止めるけど、ボールが転がって、岡スタートね、ホンダ、駆け下りてきて、グラブトス、森タッチ、岡ヘッドスライディング、アウトリクエストで見たけど、アウトね。まあ、これはね、でも岡の走塁はね、素晴らしい。これはね、行くべきだね。もうこのまま待ってても追い込まれてるし、この流れでは、高部もアウトになりかねない。そこまで信用できない。待っててもね。ってなった時に、ね、森が大きく弾いて、それを見てね、スタートも良かった。スライディングも良かった。これはね、攻められない。ナイス走塁。でも、それ以上にすごかったのが、ホンダの躊躇せずに、すぐにこぼれた瞬間に前へ出た一歩、素晴らしかった。そして、グラブトスの方向性も完璧。森のタッチっていうところで、これはね、プロのプレイだ。これね、岡を攻めたらダメ。ね。ホンダが素晴らしかった。もっと攻めるべきなのは、ノーアウト2、3塁から前の2人が1点取れないことを攻めるべき。ね。このプレイはね、でも、ホンダのね、グラブトス、素晴らしいプレイ。で、いやーこれせっかくのチャンスがっていう中でよ、8回ピッチャーね、本田から水上に変わって、先頭高部レフト前ヒット、で中村センター前ヒット、若干詰まり気味だったんで、高部が三塁まで回ってきてノーアウト、一三塁、あ、これは最低同点やなっていうところで、安田がねフォアボール、ノーアウト満塁、井上、いやここ一気に逆転やろって言ったら、まさかの 5-2-3ダブルプレイ、ホームゲッツっていうね、ジャンセンのグラブさばき、先ほどのね、レアードの時もそうだけど、ジャンセンのグラブさばき、グッて、ここから、ね、で、角中、ね、最後、外すら、3球連続続いたの、三振、バッと、
や、それはもう、それは点取れんかったら、勝たれへんでっていうね。で、最後はもう平らができてね、ワットスリーで終わって。まあ、西武としてはね、まあ、本当に、負けてもおかしくなかったね、状況の中で、しっかりね、踏ん張って勝てたっていうところは、非常に大きかったんじゃないでしょうか。素晴らしいね、戦い。ね、ミーティングはしっかりしてるのにな、って言ってましたけど、ミーティングしっかりできてたら、ピッチャーは全員完封します。はい。ミーティング通りに行かないのが、こう言われるし、小田さんに。試合は会議室で起きてんじゃねえ。現場で起きてんだ。よくわかんないところでした。ということでね、結果、西武のね、粘り勝ち、ロッテはね、2試合連続取れるときに取れないっていうね、ちょっと貧酷な打線です。ね、2勝1敗で西武の勝ち越しでした。続いては、広島対 DeNA セリーグでございます。12日、4対7で DeNA。13日、4対1で広島。14日、4対3で DeNA。DeNA の2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども、12日の試合ね、7対4で DeNA。DeNA 先発したね、5回3分の2、90球、4安打9三振、無四球、2失点と。まあ、腕の振りからね、このボールの出方、振りからの出方っていうのが素晴らしかった。この一定でね。で、キレ、制球ともに非常にね、グッピッチングっていうところではね、非常に安定的な、フォームで、安定的な腕の振りでね、しっかり勝ち投手になれたっていうところは非常に良かったんじゃないでしょうか。広島先発クリね、5回70球、6安打1三振、1四球、1デッドボール、3失点と、まあ、試合を作ったけど、ね、らしくないピッチングかなと、ちょっと切れなくスピード感ないような感じがして、ちょっとシュートをね、攻略されたっていうところでは非常に苦しいピッチングになったかなと。で、DeNA はね、初回、ワンアウトから桑原がね、チェンジアップをレフトへツーベース。で、佐野ショートゴロ。で、牧がね、高めのストレートをセンター前っていうところで、牧もね、ちょっとずつ状態上がってきたかなっていう中でね、この先制のタイムリー。で、3回ね、海老名がデッドボール。で、桑原がシュートをね、しっかりコンパクトに振ってレフト前。で、佐野がね、ショートゴロなんだけど、6-4、ワンアウト。これダブルプレーはなかなか難しい。で、牧がね、シュート、詰まりながらもしっかりね、コンパクトに振り切ってセンター前タイムリーっていうね、まあ、ここシュートをね、攻略させて詰まらせたいっていう中でね、DeNA 打線が攻略したっていうところでは非常にね、大きな得点。で、広島はね、5回、6回、1点ずつね、返すんだけども、まあ、これもね、2アウト2位から相澤のね、レフト前タイムリーと、2アウトからでもね、しっかり粘る、持続ヒット。で、6回もね、2アウト2塁からピッチャー下から平田に代わってね、マクブルームがレフトにタイムリーヒットっていうところでね、この取れる時に着実に取っていって、だけども DeNA は7回、峰井がね、ライトへホームラン。峰井、これは大きかったね。この1点っていうのはね。で、DeNA はね、その後、8回でもね、ノーアウト1、2から牧がね、6-4-3ダブルプレーになって、いやー、これ終わったかなっていうところでね、ピッチャーケムナ、広島ね、宮崎フォアボール、外フォアボールで、ここで痛かったね。連続フォアボール出して、2アウト満塁から、ミネがね、センターオーバー、3点タイムリーツーベース、ミネ、グッバッティングね、非常に良かったかなっていうね。だからこのフォアボール痛かったんで、8回裏ね、広島もね、2アウト満塁から、坂倉ね、で、長野の時に入江の冒頭でね、点を返すけども、ちょっと失点がね、大きすぎたかなっていうね。あとね、この2本のね、タイムリー、ホームランタイムリーでね、4打点、ミネイ、褒めてあげたいけど、8回裏のワイルドピッチ、あれを止めれないと、バーッと出ちゃいますよっていうね、そこしっかり。ね、結果7対4で DeNA のね、石田のコートを光ったかなっていうね。で、13日もね、4対1で広島っていうところで、広島先発どこだね、8回106球7安打4三振、無四球1デッドボール1失点と、まあ、早い球はね、変化球は遅く。ね。速い変化球は。ね。曲がるのが遅く。遅い変化球は曲がるのが速くっていうね。これ変化にね、緩急をつけれていくっていうね。で、速いのっていうのは、がね、曲がりが遅くなることによって、カット系とかツーシーム系の見極めが難しくて、そこをバッターが対応できない。で、遅い変化球が速くなると、緩急つくんだよね。そういったところで、このバッターの、この前後のタイミングが揺さぶられるっていうところで、この速い変化球と遅い変化球の曲がり幅の違いのメリハリっていうのは非常に、素晴らしかったかなと思います。で、その中でね、まあ、チェンジアップもよく、好投がね、光ったかなと。で、DeNA 先発大抜きね、5回3分の1、108球、6安打2三振、1四球、1デッドボール4失点、自責点2と。まあ、悪くはなかったんだけどね、本当にいい形。でも守備の、ミスもあり、負け投手っていうところではね、ちょっとね、かわいそうかなっていうね。で、DeNA はね、初回佐野がね、ライトへインコース寄りのツーシームをね、引っ張り込んで、ホームランっていうところで、このね、いい形で、先制、
するんだけども、カープね、3回裏小園がフォアボールで2アウト2塁から野間がねライト前同点のタイムリーヒットっていうところで、秋山加入でね、野間もねこっから頑張っていかない中いい形のねタイムリーで、4回裏秋山デッドボール、マクブルームセンター前で、ここでねノーアウト1、3塁から坂倉がねきっちりレフトへ犠牲フライで、6回裏マクブルームねサードゴロ、宮崎ね悪送球バーッとで、そこから二塁まで進塁して、坂倉センター前で三塁。で、ワンアウト三塁になって、長野がね、レフト前タイムリーヒット。で、ここで盗塁。ね。で、小園ライト前、ワンアウト一三塁になって、相澤がね、ライトへきっちり一点っていうね。このね、長野のタイムリーだけで終わらないでね、もう一点取ったっていうところではね、流れで非常に良かったし、このミスをね、相手のミスをついて、二得点をね、非常に攻撃だったんじゃ、ないでしょうか。で、DeNA はね、3回、4回、6回、7回、8回ね、チャンス作るも無得点っていうところでね、非常に、チャンスはあっただけにもったいなかったかなと。ね。3回。ね。先頭峰がね、ヒット。で、大抜きバンドで、ワンアウト二塁になって、海老名、桑原ね、連打、続かずっていうね。で、4回、佐野がデッドボール。で、牧がね、レフト前ヒット。ノーアウト一塁から宮崎ね、ダブルプレーで大和三振で、好機を生かせず。そして、6回、先頭ね、海老名がヒットで出るけども、桑原送りバンド。で、佐野、牧とね、クリーンナップが、打てずっていうね。で、7回、宮崎がね、内野安打で出て、小園がね、悪送球。ね。そこで、ノーアウト二塁から、大和外、ミレーでね、連打、出ず。で、8回、ツーアウトからだけども、桑原がね、ツーベース打つも、佐野が三振っていうところで、チャンスをね、作るも、連打が出ず。まあ、そこはね、カープ投手陣よく踏ん張ったから。で、14日ね、3対4で DeNA っていうところで、まあ、この試合ね、決勝弾なんのがね、牧の1ヶ月ぶり、24試合ぶりの決勝ホームランっていうところでね、なるんだけども、初先発っていうところで DeNA ね、先発石川、2回3分の1、45球、3安打1三振、2四球2失点と、まあ、若干制球甘いかな。さすがにそこは見逃してくれない。まあ、これをね、いい経験にして、これからね、しっかり頑張ってもらいたい。まあ、その中でね、DeNA もいい形で先制、ね、3回表、2アウトから、エビナがね、レフト前ヒット。で、桑原フォアボール。で、佐野がライトへね、先制タイムリーヒットで、その後ね、ツーアウト一三塁が磯村がね、ピックアップで、サードにね、でも、ランナーと重なって、ボート、バート。あれはね、こっち側に投げなきゃいけないんだよね。ランナーと重なるからね、ちょっと引っ掛けちゃったね。で、そこでね、1点入って、で、その後ね、二塁まで行って、牧のね、ライトへ、タイムリーツーベースっていうところでね、この3点を取るっていうね、ところで、まあ、野間のファンブルもあったけどね。いい形をね、相手のミスをついて3点ね、いい流れだったけども、カープね、石川にとったら勝ち投手っていう中で、その裏ね、ワンアウトから野間センター前、菊池ね、レフトへツーベース。で、秋山はね、ライトにタイムリーヒットっていうところで、本拠地ね、初ヒット初タイムリー。秋山もね、ここずっと最初だけでね、打てなかったんで、ここからどこまで上がってこれるか勝負。他の選手たちもいるだけでね、まあ、しっかりね、結果を残したい。で、ここからピッチャーね、宮城に代わってマクブルーム三振取るけども、坂倉がね、レフトにタイムリーヒットっていうね、こう2点取ったっていうのはね、非常に大きな流れ、まだまだ行くぞっていうね、形は見せれたかなと。で、5回の裏、ワンアウトね、一塁の時に、今日は暴投、ね。まあ、暴投っていうよりも、パスボンまた抜けてたよ。で、その後ね、マクブルームの時も、暴投、糸、バッと、1イニング、2回、止めれない。しかも、そんな難しい球じゃなかった。で、マクブルームはきっちり、同点タイムリー、マクブルーム。これで同点だからね、流れ悪くなるよね。でもその流れ悪く中で、6回、マキが、レフトスタンドへホームラン、マキック、ナイスバッティ。この嫌な流れをね、完全に、その一発でね、仕留め切ったっていうところでは、非常に4番の仕事っていうね、ところで、まあその後ね、しっかり、逃げ切って、エスコバ、伊勢、山崎とね、完璧な7、8、9のね、リリーフっていうところでは、素晴らしかったなと。で、京山ね、勝ちついたっていう中で、まあ、石川ね、まあ、これを経験にして投げていってもらいたい。アンダーソンね、5回3分の2、100球、5安打2、3、4、8、9、4、1点と、まあ、試合は作ったけどもね、牧の一発に沈んだかなっていうね、ところがあります。結果ね、2勝1敗で DeNA の勝ち越しでした。続いて、中日対ヤクルト、12日、雨天中止。13日、6対3で中日。13日、4対1で中日。中日の2連勝ヤクルトマジック消滅っていうね、ところになりましたけども、13日ね、6対3で中日。ヤクルト先発高橋ね、6回102球、4安打、6三振、1デッドボール、1失点。まあ、全体的にね、もう完璧と、ストレートを走ってて、6回ね、デッドボールで押し出しっていうところで、ノーアウト満塁からね、2アウトまで行って、アドレナリン出すぎて、ね、デッドボール当てちゃったかなっていうね。
というところでコントロール乱して、でも全体的には非常にね、グッピッチング素晴らしかったんじゃないでしょうか。中日先発小笠原ね、6回92球、5安打4三振、1四球3失点と、まあ、試合はね、しっかり作るっていうところで、まっすぐナックルカーブ、チェンジアップ、スライダーね、非常にいい形で、投げ切ったかなっていう中で、ヤクルトはね、初回、2アウト1塁から、村上がね、センターバックスクリーンホームラン。まあ、コロナ禍でね、選手がいないピンチの中で、この主砲がね、しっかり先制するっていうね、チームにも勇気を与えてね、このツーラン、非常にグッバッティング。ね。ビッググ。はい。4回表ね、その村上フォアボール。まあ、ここはね、またさっき打たれてるからちょっと怖さ出たかなと。で、オフサンセンター前。で、西浦バント。で、ここがね、ライトへ犠牲フライ。ここでね、岡林がね、落球。落球しても、なんか、疑飛エラーだね。で、ワンアウト、一三塁から、元山、463、ダブルプレイ。ここがね、両チームにとって、キープレイだったかなと。ここでヤクルトが、もう一点でも取ってたら、そのまま、ひょっとしたら勝ったかもわかんない中で、ここをね、ダブルプレイに打ち取ったっていうところではね、非常に、小笠原、グッピッチング、だったと思います。で、中日はね、7回裏、ピッチャーね、木澤、フォアボール、連発っていうところでね、まあ、6回ね、この、さっきのね、高橋のデッドボールの押し出し、あったけども、まあ、この時点でまだ3対1、ね。で、4回裏、ね。ワンアウトから、水までフォアボール。で、溝脇ヒット。で、平田フォアボール。で、ワンアウト満塁から、あ、今度がマウンドに立つんだけども、これね、大島を、キャッチャーファールフライ。で、2アウト満塁から、岡林のね、レフトへの逆転タイムリーツーベース。で、木下のタイムリーヒット。でね、一気に4点。ゲッて。まあ、岡林はね、その前にね、6回、ノーアウト満塁から三振してるっていうね。アンド、ラッキューマって、悲壮感漂う中でヒットっていうね。まあ、これがね、野手の得なところよ。野手はいろんなミスしても、そのね、一振りで全てをチャラにできるっていうね。逆にピッチャーは、百何十球ナイスピッチングしてても、その一球で全てを失うっていうね、ところもある中で、小林はね、よく、グッバッティング。ね。で、8回、加藤翔平ホームラン、ゲンって。後藤俊太加入でね、尻に火がついたか、頑張れ。ね。って中で、まあ、このね、リリーフもね、こう、清水とか大西とかいない中でやりくりしなきゃいけないところ、この木澤のフォアボール連発っていうところはね、状態良かっただけにね、ちょっと、もったいなかったっていうかね、勝ち試合だっただけにね、そのままヤクルトとしては勝ち切りたかった。でもそこをよくね、ドラゴンズは逆転したかなと。まあ、これ結果なんだけども、高橋奎二ね、102球、もう1イニングいけたんじゃないのかっていうね、もう結果論です。それは分かってますけども、どうなんだっていうところはね、感じましたね。で13日、4対1で中日っていうところで、まあ、これね、ヤクルトがね、マジック消滅するんだけども、ヤクルトはね、先発が6回80球、9安打3三振、無四球2失点と、非常にね、試合を作ってね、いいピッチングできたんだけども、まあ、中日もね、笠原、5回90球、5安打3三振、4四球失点。こちらは若干荒れ気味の中ね、まあ、よく踏ん張ったかなっていうね、ヤクルトも打線もね、1番並木、2番山崎幸太郎、3番、内川、レフト守る。で、4番村上、5番オスナ、6番ショート西浦、7番キャッチャー古賀、8番セカンド竹岡、9番ピッチャー小川というところでね、まあ大きく苦しい打線の中で、今日もね、この辺も初回ね、ワンアウトから山崎フォアボール。で、内川がね、ライトへのツーベース。で、村上フォアボールでワンアウト満塁からオスナがね、タイムリーヒットを打って、まあこの後西浦6、4、3、ダブルベイ。ここでもう1点取りたかったね。西浦今チャンスだぞっていうね。で、でもその後ね、中日もすぐやり返すっていうところで、先頭大島レフト前。で、ここでね、盗塁先行。ほんで、岡林が送りバント。で、木下の犠牲フライっていうところで、先頭が出て盗塁して送りバントで犠牲フライ。完璧な流れで同点。ね。で、3回の裏、2アウトからね、大島がヒット。で、岡林センター前ヒットで、で、3番木下、レフトよね、タイムリーヒットっていうところで、この追加点。ね。あれ？木の下祭りだ、わっしょい、わっしょいなってるよっていうね、さすが全項目ね、クリアの佐々木賞第3回っていうところで、で7回裏もね、ワンアウトから岡林フォアボール、木下がね、レフトへツーランホームラン、木下、グーからのビッググー、ナイアガラでいいですよ。素晴らしい。一人でね、全打点っていうところでは、あとは、まあ、ヤクルトはね、打線が、厳しいね、本当に。まあ、その後にね、村上はね、いい形で行くんだけども、このね、5回の表も、内川、村上とフォアボール、フォアボールで、ツーアウト満塁になって、オスナ、ショートフライっていうね、ところで、やっぱ村上をね、避けてっていうね、ところがある中で、まあ、周りがどんだけね、頑張れるかっていうところはね、まあ、こっからね、頑張っていけっていうね、西浦もその日、あとヒット1本打ったけども、あそこでだぞっていうね、ところもある中で、まあ、マジック消滅したけども、まあ、ここからね、ヤクルトとしては踏ん張りどころ、ドラゴンズとしてはね、ここしっかりね、2連勝で勝ち越したっていうところはね、非常に大きい、木下の大活躍でした。結果ね、2勝0敗で中日の勝ち越しでした。
続いて阪神対巨人、12日0対4で巨人、13日13対0で阪神、14日3対0で阪神、阪神の2勝1敗で勝ち越しというところになりましたね。12日4対0で巨人というところで、巨人先発戸郷、9回10 133球、8安打6三振、2四球1デッドボール無失点と、まあ、完封と、勝負どころね、仕留め切れた。けども、全体的によ、完封したんだけども、完封した人間にこういうのもなんなんだけどもね、まあ、腕はしっかりね、振ってたんだけども、調子はね、そんなに良くなかったと思う。俺は正直。結構甘めも多かったし、ちょっと阪神打線がそこ仕留めきれなかったかなっていう感じが大きかったかなと。で、阪神はね、先発ウィルカーソン。5回83球、5安打3三振、1球4失点と、まあ、持ち味出したけど、一発に沈んだっていうね、形かなと。で、巨人はね、初回、ワンアウトから、八百板レフトへツーベース。丸フォアボール。岡本、レフトフライで、ポランコストレートね、高め構えたところを高めに来て、ライトへツーラン、ホームラン。これ、高め狙って構えてツーランって痛いんだよね。で、4回、ツーアウトからね、ワンストライク、ど真ん中のストレートね、中田、ホームラン。ちょっと動かなかったね、ホームランっていうところで、まあ、このね、しっかりホームランがね、巨人的には効いたかなと。で、阪神もね、2回裏、ツーアウト1塁で梅野ね、ワンストライクから高めのストレートね、ライトフライ。で、3回裏、ツーアウト1塁から佐藤ね、初球、インハイのボール球ね、積極的に行くのはいいけども、ボール球振って、サードフライ。で、4回裏、ノーアウト1、2からロハスね、ワンボールからど真ん中のストレートを6、6、3のダブルプレイ。で、8回裏、ツーアウト1、2から大山ね、高めのあのカーブかな、スライダー、レフトフライ。このね、大山だったらあそこね、ホームラン持っていけたと思うんだよね。で、9回裏、ワンアウト1、2から山本ね、ど真ん中のストレート、サードフライと、結構甘めの球ね、阪神チャンスでも多かったけども、そこをね、仕留めきれなかったっていうところはね、非常に痛かったかなと。戸郷のね、完封を許したかなと。まあ、戸郷はね、133球、きっちり投げてね、完封、見事っていうね、ところでした。阪神はね、一発に沈む。ね。13日、13対0でね、阪神というところで、巨人はね、ミスのオンパレード、百貨店やーっていうね、ところでもうミス、もう総売り出しっていうね、巨人先発メルセデス、1回3分の1、57球、7安打、1三振、無四球、6失点と、もうほぼ甘い、スライダーにしてもね。で、阪神はね、初回、中野レフト前、で、島田がね、セカンドゴロ。で、近本が、センター前、タイムリーヒットっていうね、この島田のセカンドゴロでね、中野がセカンド行けてたんで。で、佐藤、サード、内安打、なるんだけども、ここね、岡本、若干ジャックルしたね。パパってね、握り損ねて、ファーストね、セーフ。これはね、投げ、ちゃんと、ワンピースで投げれたらアウトだったと思う。で、ここでね、近本、ね、三塁へ投げ、ね、非常に、ぐっそり。ね。で、ここで復帰のね、マルテ、ライト前、タイムリー。で、糸原、ピッチャーゴロね、セカンドに投げて、ダブルプレー崩れて1点入るんだけども、いや、ホームっしょ。あそこは、ゲッツーじゃなくて、一三塁。なぜセカンド投げたっていうね。で、ダブルプレー取れずっていうね、こう、無駄な点をね、与えてしまったからと。巨人的にはね。いや、この時にね、マルテの打席で、一塁ランナーね、佐藤一三塁でね、牽制飛び出し。で、ここで中田がね、三塁ランナー近本に、こっちをこう、ジャガガガっていうの騙されて、三塁投げてオールセーフ。これも痛かったね。だから、1点で済んだのにね、この、初回ね。まあ、こういったところからね、どんどん流れが悪くなっていくんだけども、2回裏もね、中田のファンブル、ね。で、6回裏は高木ね、ダブル、ワイルドピッチ、ね。岸田ね、形にこだわりすぎて硬い構えがね。で、止める。で、7回裏、中山ね、ショートゴロファンブル。で、8回、ウォーカーね、レフト、ファールフライ、落球っていうところで、もう、ありとあらゆるミスのオンパレードで、で、阪神はね、先発西、8回124球、4安打4三振、2四球無失点と。もう大量得点にもね、恵まれ、スイスイスイっていうね、本人完封したかったけども、球数もいってるし、次回登板お預けっていうね。で、阪神はね、こうミスをね、しっかりつけ込んで、13得点。で、初回にね、3点取って、2回もね、中野、島田の連打。で、近本の時に、盗塁も重なって、で、ここでね、中田のファンブルで1点入って、で、佐藤の犠牲フライで1点。で、終わらないで、マルテのね、タイムリーで3点。で、3回裏もね、山本のヒット。で、ツーアウトになるけども、中野がね、タイムリーヒットでしっかりね、ツーアウトからでも点を取る。で、6回、中野がね、スリーベース。で、島の時、ワイルドピッチ。止めれます。遅い。ね。で、7回裏、ワンアウトから、糸原ツーベース。で、山本内野安打。で、坂本アウトになるけども、西野ね、ツーアウト一三塁からショートゴロ、ファンブルエラー、タイムリー。ね。で、8回、近本ツーベース。で、上田がね、レフトタイムリーヒット。で、北条アウトになるけども、糸原のね、ライトタイムリーヒット、山本センター前タイムリー、で、坂本タイムリー、ツーベース。
で、この伊藤山の時にファールフライを落とす、フォアボール、まあこの後失点しなかったけども、っていうね、ところで、きっちりね、13得点。で、巨人もね、この相手のミス、あったんだけどね、こう5回の表、まあこの時点でね、7対0、ね、岸田センター前ヒット。で、中山の時にね、山本悪送球で、ノーアウト1塁から増田、吉川、ウォーカーがね、倒れて1点入らずっていうね、ところで、まあこういったところも明暗分かれたかなと、阪神をね、相手のミスにつけ込んで、しっかりね、得点機に、ビッグゲームとして、大量得点する。巨人もね、同じように阪神のね、ミスでチャンスを作るけども、そこから生かせずに無得点っていうところもね、結果13対0の、点差にね、繋がってしまったかなっていうね。で、14日、3対0で阪神っていうところで、阪神先発伊藤将司ね、9回113球、4安打9三振、1四球無失点、完封、グッピッチ素晴らしい。あの、コントロールね、ビタビタ、低めの変化球ビタビタ、まっすぐ対角線も、逆対角線も完璧でございます。非常に素晴らしいピッチング。巨人先発シューメーカー、6回89球、6安打2三振、3四球3失点。まあまあ仕事はしたね。非常にね。その中で、まあやっぱ打線だね。まあでも阪神はね、初回、中野が内野安打、島田センター前ヒット、で、近本がね、レフトにタイムリーヒット。で、ノーアウト1、2からね、佐藤、糸原ね、山本っていうところでね、得点できず、まあ、ここね、もう追加で欲しかったかなっていうところはあるけども、この1番から3番の流れ、完璧でございます。ね。で、4回裏、山本センター前、で、ロハスの時にね、三振ゲッツーでアウトになって、いや、これチャンス潰れたかなっていうところで、梅野はね、ライドホームラン、梅野。このホームラン、大きかった。中押し。で、ダメ押しの7回ね、ロハスがライドホームランっていうところでね、非常に、この、完璧な流れで、得点をね、重ねて、先発ね、伊藤がしっかりピッチングっていう中でね、まあ巨人はもうね、ほんと完璧に抑えられて、ほぼ打つ手なし、唯一のチャンス、4回表ね、2アウトから岡本、ポランコがね、連打で2アウト2、3塁になるけども、マスターのね、ショートゴロ、あの時もね、伊藤しっかりね、低めに投げてたっていうところもあるし、その後はね、7回ね、先頭ポランコフォアボールで出るけども、その後ね、マスター大城、岸田とチャンス広げられず、まあほぼね、完璧なピッチング。まあね、先発が完璧に抑えて、先制中押しダメ押しでね、しっかりきっちり取っていくっていうね、タイガースとしては完璧な流れで勝ち切った。結果ね、2勝1敗で阪神の勝ち越しでした。さあ、ということでね、申し送り事項をやっていきましょう。今日はね、セリーグしかないっていうところで、セリーグのね、巨人、広島っていうね、広島の皆さん、巨人、タイムリー出ませんから、ね、ピンチになっても、臆することなく、どんどん、ね、やっていきましょう。頑張って。ね、巨人の皆さん、打つしかないよ。頑張って打っていこうよ。大瀬良、エースどころ来るよ。まっすぐね、カット、外だよ。踏み込んで、しっかりやっていこう。そしてね、秋山にタイムリー出たから、秋山、連動させると、もう大量得点いかれちゃうよ。気をつけて。はい、DeNA 対ヤクルト。DeNA 皆さん、ね、今、ヤクルト、ね、コロナで人いません。ね、村上だけ気をつけて、何かあったらもうフォアボールでいいんでね、そこだけきっちりやっていきましょう。ヤクルト皆さん、チャンス。若手ね、ベテランも内側も含めて、こうなった頃こそのチャンスがある中で、それをね、プレッシャーに感じないで、勢い持ってやっていこうよ。あと、投手陣ね、牧が、もう、生き返って、1ヶ月後にホームラン、気をつけてよ。そこまた打ちまくると、手がつけられなくなるよ。サノもいいからね。はい。さあ、続いて、阪神対中日。阪神の皆さん、ね、この勢いに乗ってね、しっかりこの中日を叩いていかないとね。でも木下気をつけてよ。今木下祭りになってたからね。こう繋がってくるかもわかんないけども、今日先発青柳か、ね、シュート投げてしっかり詰まらしていきましょう。ね。中日の皆さん、タイガース、やっぱね、この1、2番、3番のね、足絡めたね、攻撃がきついから、まあその中でもやっぱり中野がいいジョイントになってるから、中野しっかり抑えていこう。そこ出すとね、いろいろやってくるから苦しくなるよ。気をつけて。ね。で、パリーグ、ね、今日は休み。で、明日から、日本ハム対西武。ね。西武の皆さん、日本ハム、連勝で、来てます。何でもやるよ。しかもね、結構ね、思い切ったことやってくるよ。ね。気をつけてやっていかないと、飲み込まれるよ。ビッグボス旋風に。ね。まあ、その中でね、石井がね、遅い球拾うの上手くなってるから、そこでね、いろいろちょっと考えながら、攻めていこう。はい。日本ハムの皆さん、西武ね、いい形で、試合勝ってて、まあでもね、コロナで人がいない。その中でね、滝沢、長谷川、ここら辺がね、活躍して塁打させたらね、いろいろ怪しくなってくるから、中軸以外の前にランナー出さないように、しっかり気をつけて
行きましょう。楽天対オリックス。オリックスの皆さん、楽天ね、ちょっとずつ沈んできてます。ここが、ね、しっかり勝つチャンスですよ。ここで一気にまくって A クラス3行きましょう。楽天の皆さん、オリックスね、ここしっかり叩いていかないといけないんだけども、一勝かかね、移籍していい形で出てるんで、この 1,2 番のね、連動をちょっと崩していきましょう。去年もね、福田宗で 1,2 番連動していい形で行っちゃったんで、この 1,2 番の連動、しっかり気をつけて、ね、石岡宗になるのかな、まあ、そこをね、しっかり気をつけて抑えていきましょう。ソフトバンク対ロッテ。ロッテの皆さん、ソフトバンク、今コロナで人いないんですから、ね、パンパンパンって打って、今度はね、しっかりチャンスで打てるように、もうスクイズ、やっていきましょう。はい。ソフトバンクの皆さん、ロッテ、ヒンダです。タイムリー、欠乏症です。全く出ません。ね。だから結局、荻野高部の足頼みです。そこ1、2番、気をつけて。あとはもう思い切って、長打もそんなないんでね、攻めていきましょう。はい。ということでね、週末のプロ野球も楽しんで、順位変わるのか、マジック再点灯するのか、ね、プロ野球楽しんでいきましょう。ちょっと天気が悪いんでね、全国の皆さん、天候にもね、しっかり気をつけていきましょう。それでは、今週の週末もプロ野球、エンジョイ、ベースボール。